静かなる防衛の時間です。今日は輸送艦国崎向きを変えるためオーストラリアタグボートの誘導ミスにより岸壁に衝突。これは大問題に発展するかと、まあ題名は大げさなんですが、現在日米豪での合同訓練をオーストラリアで行っています。日本からは伊勢で国崎、輸送艦国崎と水陸機動団総勢830名が参加しています。で、今回衝突、岸壁に衝突したのは国崎です。どんな感じでぶつかったのか、まず岸壁から国崎が方向を変えていました。で、オーストラリアのタグボート2隻により方向転換をしていました。この方向転換の時に誤って岸壁にぶつかったちょうどここに船用の設備があったんですよね。そこにぶつかった感じです。一番最後尾のウェルドック部分がここで衝突した。で、慌ててスクリューを回し前へ進んで、進みながら方向転換した。今回はそういう衝突事故です。で、隊員たちがここで保護、艦隊を保護するような感じで投げ込んでいましたが、やはりそこはちょっと間に合ってないようですね。結構大きい音でこの鉄板が外れていました。それと後方部の上ウェルドックになってるんですが、この部分が損傷しています。訓練には関係ない気はしていますが、まあ修理可能な部分でしょう。ここには今現在国崎輸送艦のこの内部には
水陸機動団所有の水陸両用車 AA7 が搭載されています。離島奪還訓練をしながら6月3日から8月21日までの予定で合同訓練を開始しています。今日が6月20日ですから、まだまだ訓練は続きます。本格的に指導してきた水陸機動団ですが、また18日に紛失騒ぎがありました。それは日本で多良山系で練習していた時に紛失、今現在見つかっています。この国崎の衝突は、原因としては突風化と言われてますが、操作ミスかなと思われます。大きな感染の場合、低速での方向転換が困難なため、タグボートで誘導するのが常識です。一般的に2隻必要で、やはりその辺のこの2隻の技術も少し劣っていたのかなと感じています。よく言えば、このぶつかる前にスクリューを回しとけば、もしかしたら少し回避はできるかもしれませんが、そんな任せていることなので、突然のやはりできなかったんでしょう。この後ろだけ見ると少しワスプ強襲揚陸艦に似ていますが、大体同じと考えれば想像はつくと思います。今までも訓練は行われますが、もうこのミスは出てこないでしょう。やはり相次いで出てくる問題が次々と重なっているのが少し気になります。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで、説明欄からチャンネル登録お願いします。